市で43回目を迎えましたいわき踊りの会場に私やってきています。ステップが軽快です。かなり盛り上がっていますよ。さあ現在のいわき市なんですけれども、日がだいぶ落ちてきまして、日中よりは涼しくは感じるんですけれども、先ほど手元の温度計ではまだ30度を指していました。そして皆さんの熱気によってだいぶ体感的には暑く暑く感じますね。で、今年いわき市は特に猛暑が続きましたよね。ということで、あちらには扇風機やミストを用意しまして、暑さ対策、熱中症対策もしっかりと行われているんです。さて、このいわき踊りなんですけれどもね、このいわき駅前の大通りど真ん中をメイン会場にしまして、この先国道6号までのおよそ400メートルをみんなで踊り流すというものになっているんです。はい、で、地元出身の私小野がここからは魅力をさらにお伝えしていきたいと思います。、はい、まずこの踊りをですね、ちょっと上から見てみてください。こちらです、はい、じゃじゃん。この綺麗な踊りの流れなんですけれども、スタジオの野尻さん、はい、これ何かに見えませんか？なんかこう人がわーっと流れてるから、流れが天の川、うん、天の川、なるほど、ちょっとロマンチックでいいですけれども、うん、はい、これですね、実は雄大な太平洋を表しているんですよね。いわきだからそうですよね。そうなんです。はい、波の流れを表しているということなんです。さらに皆さんで、ね、わっせわっせという掛け声を今言っているんですよ。この掛け声にも実は意味がありまして、はい、和はこちら、人の和、そしてせ、盛り上がる、つまりですね、みんなで一つの輪になって盛り上がっていきましょうという掛け声の意味が込められているんですよね。なのでこれはね、あの踊り手だけではなくて、観客もみんな一緒になって輪になって盛り上がっているということなんです。では私も今日はこの踊りに参加して、最後までふるさとの踊り楽しんでいきたいと思います。お邪魔します。わっせ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 、ありがとうございます。